Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋な、ここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは名古屋市消費生活フェア2019のお知らせです。考えよう社会、地球、未来のこと、やってみようエシカル消費をテーマに、環境保全や地域社会に配慮した消費行動であるエシカル消費のことや、契約トラブルや特殊詐欺などの対処法、食や製品の安全など消費生活に関するさまざまな知識を展示やクイズ、ステージイベントで子どもから高齢者まで楽しく学べるイベントです。開催日時は11月9日土曜午前10時30分から午後4時まで。場所は栄のオアシス21銀河の広場。詳しくは名古屋市消費生活フェア開催委員会事務局、電話 052-972-2437 052-972-2437 までお問い合わせください。 Next。 続いて名古屋市美術館で開催中の特別展カラバッチョ展のお知らせです。17世紀バロック絵画の開拓者であり、同時代および後世のヨーロッパの画家たちに大きな影響とインスピレーションを与えたカラバッチョ。西洋美術史における最重要画家の一人で、イタリア芸術の至宝でもあり、国外への作品貸し出しは非常に厳しいともされています。38歳で生涯を終えたカラバッチョの現存作品は数少なく貴重なもので、その中でもこれぞカラバッチョとも言うべき作品、ゴリアテの首を持つダビデをはじめおよそ10点と、その追随者ら同世代の画家たちの作品およそ30点が名古屋で見られる貴重な機会です。特別展カラバッチョ展は12月15日日曜まで名古屋市美術館で開催中。観覧料は一般1600円、高校生大学生1000円、中学生以下は無料です。詳しくは名古屋市美術館、電話 052-212-0001 052-212-0001 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここでクルーズ名古屋のお知らせです。レゴランドジャパンリゾートや名古屋港水族館、港アクルスやキャナルリゾート、笹島ライブといった名古屋の人気スポットを巡る水上バスクルーズ名古屋、土日祝休日の定期便に加え、10月12日から港アクルス発着の周遊便ぐるっと遊覧船の運航がスタートしました。港アクルスを出て2つの橋をくぐった先の広々とした水面、沿岸の緑地など周りの景色を眺めながら港アクルスに戻る20分ほどのちょっとした船旅。周遊便の運賃は大人500円、小学生250円、定期便の運賃は区間によって異なりますが、一例として笹島ライブから金城埠頭までは大人1500円、小学生750円、笹島ライブからガーデン埠頭までは大人900円、小学生450円です。詳しくはクルーズ名古屋で検索していただくか、名古屋市住宅都市局名工開発振興課、電話 052-972-2785 052-972-2785 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube やラジオクラウドにもアップしていますので、ぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。